エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はスパッタリーですね、使っていきたいと思います。まあ、前作僕の相武器だったので、まあ、久しぶりに使ってみようというか、どれくらい通用するのかなっていうのもあってね、今回使ってみたいと思います。まあ、スパッタリーは大丈夫だろう。で、使うのが赤スパだね。赤スパを使っていきたいなと思ってるんで、ちょっとビーコンとか使いつつメインでね、どんな感じにできるかやっていきたいなと思います。さあ、コンブトラック、コンブトラックね、スパッタリー曲者が刺さりづらいっていうか、ダメージ減数の影響受けやすいんだよね。で、しかもビーコンも刺さりづらいところはあるから、なるべくビーコンを多用して早めに復帰して維持できるようにしていきたいかな。できれば左側取りたい、敵陣の。まず潜伏かまして、はい、1枚。さあ、局者が刺さった。はい、ビーコン置いていく。ちょっとね、取られちゃったけどね。当たんない。あ、ナイス。ここも取りたい。ここ一回引こう。後ろ来てるよね。降りてきそう。あー、これはちょっといかん。で、ここ置き打ち。よし、ナイス。はい、1、2枚。あー、3枚目いけ。さあ、ノーチさんに射程でやられちゃったね。返すチャンスではあったけどな。さあ、ここも潜伏から1枚取って、後ろいるけど、ちょっとそれは放置しといて、必戦。はい、投げといて、ドリンク投げて、はい、取って。これ、ノーチいけるか？あー、ノーチナイスだな。さあ、即復帰。あー、ここ取れない。でもバレてない、なぜかバレてない。あー、ここ取ろうここ取ろう。なぜバレなかった。ドリンクが意外といい壁。あー、マジで。いや、ちょっと出てたね。足先、つま先ぐらいがもう出てたね。さあ、ここ取っていこう。はい、必戦。これ取りたい。はい、プライム。はい、ドリンク置いて、このまま一回様子見て。あ、やばい。取り、いやいや、逃げないで。ここビーコン行こう。ここのビーコン意外と好き。カウンター入れるにはね。やられるけどね。やられるんだけど、ビーコンに警戒してないチームだったら。はい、カウンター。あー、ちょっと。こんな感じ入れれるからね。で、横から取る。これさ、ただ味方がさ、前で頑張ってくれてるから横取れてんだよね、さっきからね。あー、必戦。さあ、ここ復帰していきたいけど、左。これさすがに2回目だからダメかな。やばい、これは挟まれた。そしてダイナモさんのドリンクがあったと。はい、これ取って、ノーチ取れば。そうそう、取ったけど、ビーコンとりあえず横に置いて、ここ、お通りで出して、あ、必戦か、必戦か、逃げよう。ここ、取りたい。と、見たいけど、一回、エナドリバリア。エナドリバリア、意外といいんだよな。あ、これで引き付け成功。これも一回引いて下がったと見せかけて、もう一回出る。よし。さあ、これ一回確認。今そこいるかな。まあ、ワンチャン当たればよかったなぐらいの感覚だったんだけど。当たんないね。よし。はい、取る。さあ、続いてはチョウザメですね。ここもビーコン刺さるっちゃ刺さるから置いていきたいところ。ただ、あ、ジェッパーとか多いのか。相手スパッタリーだね。ちょっと後スライド意識してやりたい。先ストライドするとさ、どうしても振りになるからね。左1、正面やられた、2枚。入ってた、それ取る。ジェッパーね、もうね、相手はしない方がいいかな。着地だな。よし、ナイスキル。さあ、ここ運んでいきたいところ。ここ上取っときたいね。はい、一発当てて。さあ、もう一発。
飲み方のドリンクがいい感じの場所に。これ割りたいね。はい、割る。味方持った。まあまあまあ、ちょっと隠れながらね、あの当たらないように。で、ここ、ここ強いで、引くおーいや、はい、スライド、あぶねー。で、ね、カウント20ちょっと取りいきたい。で、触って左で、ここさあ、触った5。そう、あれ触ってからが強いんだよな。で、ビーコン置いといて、まあ、あそこはもうおとりだよ、あのビーコンは完全に。まあ、ジェッパー発動してんのか。バレた。あー、バレたね。まあ、ただビーコンとかね、ドリンクでどうにかなってるから、ここ置いといて。ただ、ありがとうさん。さあ、ビーコン置いておこう。ここはね、一旦ここ引きたいけど、あー、いい横やり。さあ、これは前出よう。とりあえず中央だね。中央取り続けたいから。あ、ジェッパ中はね、顔出したくない。さあ、これはいける、これはいける、これはいける。よーし、でここ置いといて、この段差隠れて。あー、ちょっと、あ、出るの早すぎた。いや、なんだろうね、ハンコって吸い込まれるよね。なぜか吸い込まれていくような、ウルショと同じ現象が起きる。さあ、そこいるね。まあ、スパッタリーは届かないでしょう。ただ取った瞬間を狙う。うわ、ウルショ、ここ時間稼ぎしようと。あ、今のダメ、3発当たってないか。これはちょっと時間稼ぎ、時間稼ぎ。まあまあまあ、これでここもちょっと分断はできたから、ナイス。ここの関門突破させないのほんと強いからね。これ一回持って、右側からちょっとね。ああ、もう来てるか、さすがにもう来てたか。これも取れないか。ああ、ちょっと右側に、ね、来たね。まあ、関門突破されたとしてもこっからだね。そこで倒せれれば本望。いやー、ナイスナイスナイス。もうあとはここでね、待ち伏せしといて。やい、いらっしゃい。これが強いんだよな。まあ、ただね、ここから相手がスペシャルでガンガン来る可能性はあるからな。ジェッパ溜まってるのがちょっと気になるね。もうここでこぼる確定で、まあ、いるけどさ。あ、膨らませてるね。ナイスナイス。問題はジェッパだな。まあ、5だから、まあ、よっぽどのことがない限りは大事だと思ってるんやけど。あ、よっぽどが起きそう。やばい。よっぽどが起きそう。で、ジェッパ。うわー、これ。マジか。これ。今の直じゃねえやろ。まあ、でもビーコンあるから飛んで、はい、分断されてカバーできると。はい、ここで割って、ナイスー。まあ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 、さあ次行きましょう。次はアマビだねー。ここね、単車ってちょっと辛いところあるんだけど、頑張ろうかな。なんとか耐えれそうな編成だしね、相手。左だな。とりあえずローラー気をつけながらだね。ここは塗らず、イカ状態になって、様子見て、ちょっと後ろ回って、もう上いないのか。だったら、ローラーそれ後ろからやれない？油断してるよね。ナイスー。いいカバー、味方さん。はい、ここも待ち合わせ。で、もう一枚寿司がいるけど、そこ取れるかな。局舎取れた。あ、いい押し込みしてるね。ここビーコン置いといて。まあいいか、置かなくていいか。いや、でも置きたい。やっぱ置きたい。ドリンク置いてから攻めたいけど、降りてきてる。はい、横取り。そこもう一枚いない。あ、ローラー、ローラー、ローラー。はい、ナイス。
危なかった。ちょっとエリア取りたいね。これ左だ。そこいない？いや後ろか。あ、いた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 。モデラーモデラーモデラー。あー、取られたけど、ビーコン置いて、あそこ一枚正面？そうだね、正面はちょっと相手しきれないから。モデラー届かんか。やばい、このローラーはやばい。さあ、飛んでいこう。お、逃げた。またビーコン置いていこうかね。田植え作業です、田植え。田植え大事だからね、赤スパね。雨。ジェスイ降りるか。あ、降りた降りた降りた。あ、味方やられたけど。ごめん、もうちょい早ければ。まあ、横取ったからね、許してもらおう。で、これはローラー避けつつ、曲者。あれ投げた後でいいや。これ倒さなくていいかな。あ、倒した倒した。味方ナイスナイスナイス。これは引きつけて、ナイス。二人いたからね。これ押そう。これは押そう。はい。ドリンク取って、はい、後ろから攻めて、塗りつつ、塗れば OK か。はい。ということで、まあ、今回こんな感じですね。スパッタリね。やっぱ元、赤スパ使いっていうのもあって、面白かったな単純に。くる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 回ってたけどね。ただやっぱブラスター必戦対面とかになるとどうしても負けるから、ね、味方の動きとか、どう活かすかみたいなところあったけどな。でもビーコンとドリンクである程度そのデスをカバーできるのは面白かったね。まあデス前提じゃないけどさ、結構相打ち以上持っていけるからゾンビも必要ないところあるしね。そういう意味ではサポ寄りのギアは面白いかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。